強さは濃度だね。そうです、強さは濃度。大きく違うんですかね、濃度と痛みって。どうやら違うよね、全然違う。血筋だし、あ、そっか、あと能力も、まあ、能力の方が上と言われている、うん、結構、うん、調べれば調べるほど知らない沖縄の歴史ってこんなにあるんだなと思って。うーん、一番その僕とか小山さんが打ち合わせを事前にした時に気になってたのが、神ダーリっていう言葉があるんですよ、うん、神のカタカナでダーリって書く、神つき、そう、神、うん、神がつく、神つきして神ダーリ、はい、神ダーリ、はい、うん、これがやっぱ相当ヤバいらしくて、いわゆるそのユタを調べてたら、うん、出てくる言葉なんですけど、ユタになるためにはこう修行をしてユタになると、うん、でもその過程でその神にこう疲れてしまうと、うん、こう、それいいことじゃないんだ、良くなくて、うん、もういわゆるもう精神異常、うん、もう精神分裂症みたいな状態になってしまうっていう人がすごくいっぱいいるんですって、沖縄に。その噛みつきによって、はい、神だりじゃないかと言われている。だからもう本当に、まあ、それが単に病気じゃないかっていう説ももちろんあるんだけれども、もう完全に精神異常みたいな状態になっちゃって、ある日突然どうですよね。そうです。でもそれは何かをしないとそういう風にならないでしょ、普通に生活してるとそういう風になる。そのユタを目指してる人はかなりそのそうなってしまっている人が多い。修行中に。そうです、そうです。どんなその修行内容なんでしょうか。でもね、なんかその末吉さんの動画なんかを見ると、うんうん、神の声を聞く、うん、でそのお告げのままにその動くっていうことが修行の一環らしくて、うん、でもそもそもだから声がちゃんと聞けないとダメなんですよ、ね、うん、まずね、うん、でもそれを間違った聞き方をして間違ったことをしてると、うん、その神ダーリーになるって言われてる説もあるし、だから結構中途半端にそこに足を突っ込むと、うん、そうだね、本当にもうシャレにならないっていう、うん、失礼します、ありがとうございます。でもそれはまあ俺みたいな素人が、はい、立ち入ることのできないエリアの話だよね。でも修行しようと思う人間じゃないと噛みつきっていうその、はい、そうですね、にはならないよね。俺が何かやろうと思ってもそういうふうな噛みつきには噛みつきの状態には俺はならないってことだよね。でも、うん、その、やりたいってひょっとしたら言うかなと思って、うん、末吉さんに、うん、その修行の方法はないんですかとは一応聞きました、うんうん、基本的には修行してどうこうなれるもんでは、うん、まあ、ないかなと。修行、うん、なるほど、はい、言ってたんだけれども、うん、ただその今回巡る場所は本当にいろいろ末吉さんと相談をしていろいろ厳選した場所があるので、うん、そういうところでいわゆる心霊スポットじゃないですよ今回って、うん、あ、心霊スポットと言われてるところもあるんですけど、うん、どちらかというと、まあ、本当にユタが修行する場所、うん、もうその神に近づくための場所を今回僕らが巡るので、だからその過程でその修行に近いというか、うん、そのまあ、心の持ちようだったり、あるいはその末吉さんのサポートによって、うんうん、僕らがその神に近づくことができるかもしれないっていうのをコースとして一緒に打ち合わせして今回用意してるんですよ。神に近づく理由っていうのは、はい、うーん、ノロとかユタへの、はい、になるための道のりの一つ、はい、そう、そうです、まあ、ノロにはなれないですよ。ノロは血筋が関係するので、うん、場合によってはそこに近づくこともできるかもしれないけど、ただちょっと詳細僕も今回末吉さんにちゃんと聞いた上でどういう望み方がいいのかっていうことも話さないと本当に危険かもしれないしっていう場所が今回いっぱいあるっていう、まあすごいデンジャラスなことかもしれないけど、自分の人間力を試せる気がするよね。まあまさにまさに、うん、本当にそう、人間力、精神的なものをひっくるめて、うん、まあ、これも何かのね、うん、ご縁だろうかな。だから今回そういう本当ギリギリの怖い、うん、歴史のところにどこまで踏み込むかっていう旅だと思いますし、あと何よりその末吉さんに会える、うんうん、そうですね、
シュさんも本当に安倍さんに会うことをものすごく楽しみにしてるんですよ。あ、そうですか。そうだろうね。シュさん曰く、まあ、自分の寿命はずっと自分自身で分かってるけど、その寿命を言い当てられたのはもう安倍さんだけが、唯一、安倍さんだけがそれを言い当てられた人だっていう話をされていて、その2人が会った時に何か自分たちの想像にも及ばないことが起きるんじゃないかってことをずっとおっしゃってて、本当今度の地図がこんなっちゃいますよ。いやっていうその力の大小っていうよりも、その出会うっていうことがね、とっても意味の深いことだと思いますよ。いや僕会った時またお話したなかったと思いますけど、いやね、写真を見た時に末吉先生のインスタグラム、これはもう叶わないと思いました。俺がこの肉体のまんまあと100年、修行できたとしても、もう足元にも及ばないなって分かりました。もうそんだけ違います。結構俺ね頑張ってやってるんですけど、でもそれはまあ安倍さんもいつもそうに、ね、自分を卑下して謙虚って言われてるけど、多分その力の種類が違うんだと思うんですよ、ね、いやすごいですよ、まあね、男と女っていうその性別が輝きってのは違いますよね、輝き、だから我々 第三者的にもその2人の、ね、出会ったらどういう課長がそこでね火花のように散るのかっていうのは楽しみなところでもあるし、緊張しますよね、第一線の第一人者ですからね、あとランプの方がいい、そうですね、原田さんがちょっと喜びそうな話が一個、末吉さんから出てて、この末吉さんと安倍さんが会うことによって、こうなんかその力が、まあ、そのぶつかるのか引き合うのかによって周りの人がそれに引っ張られるように見えるようになることがあり得るって言ってました。ついに、で、俺の気持ちもさ、はい、結構俺もいい加減な人間だからコロコロ変わるんだけど自分のその興味の対象っていうのがね、だから霊が見えるっていうよりも怖い体験をしたよ。多分霊を見ても大体想像がつく、びっくりしても泡吹いてぶっ倒れたりしないから、っていうよりもさっきの噛みつき、噛みだわり、今そっちにグッと興味がいってるね。あ、その試したい。なるほど、それはなかなかのでも覚悟です。でもよく生きてる人間が怖いって言うんですよね。本当にガチで怖いわけですか。本当に怖い。いや俺そうだと思う。本当に怖いの。それは見た人間にしかちょっと分かんなくて、俺も何にもできなくて逃げることみたいなのありますから。要するに俺そこまでしないともうね変わらないと思うわ。舐めてるわけじゃないんだけど、もっと自分の中で俺チェンジしたい人間だからさ、どんどん変革したい人間だから、やっぱせっかく来たからにはそういう外からのやっぱここまで来ないと体験できないことだと思うんだよね、その神代理の世界っていうのは。だそこら辺は、まあ、末吉さんに、いろいろ手ほどきを受けながら、いや喋れないですよ、おいそろとか、おいそろと会えないんで ね、やっぱせっかくだから。神代わりの例を聞くと本当に引きますよ。もうなんかちょっとここ多分カットになりますけど、本当に送っちゃうみたいな。そう、要するにもう乗っ取られちゃうってことか。もうぐらいもう壊れてるっていう。もうそうか。その人の精神的に入ってるわけではない。あ、いや、もうだそういうところに、やっぱ精神病院に行くんですよ。で行くけど、でもそれでも治らないから、また薬効かないって言うたらだったり、ノロだったり相談に行って。外してもらうことは先生みたいな人にちょっと俺外してくださいとか、そう、まあ、薬効かないですよ、その強力な薬でしょうね、効かないでしょうね、ぼーっとして何もできなくなる薬が効かないですよ、だからそれが本当に恐ろしくて、で、あっちゃいけないことなんですよ、その脳の機能を要は遮断するっていう言い方があったんですけど、そういう強力な薬使っても動いちゃうんですよ、だから考えられない医学では理解できない世界ですね。そう、一応だからないことにはなるはずなんですよ、その薬が効かない症例がないってことになるはずなんですけど、実際そういうのは強力な薬を使ってもそういうのが存在してしまうっていう、それが恐ろしくて、いや俺カットする必要ないと思う、本当のことだし、そういうものをやってしまう、だから俺の中で、まあ、毎回ね、みんなとシネスポットに行くたびに、まあ、見えない見えるっていうそういう話になるけど、なんかもう そこら辺の話じゃなくなってきて、
結局その見える見えないっていうのもまあ一番手前にあるハードルかもしれないけど、もうそれよりもなんかもっと人の役に立つっていうかさ、うん、ある種その人の、うん、心の痛みを和らげることのできる能力っていうかね、うん、そういうことを身につけるためにはやっぱそういう風なところに入っていかないと、今その神代理の話を聞いて思ったんだけど、はい、見えるためにっていうんじゃなくて、もうそんなあのチープって言ったら変だけど、はい、なんかもっと先の、うんうん、先にあるなんかせっかくだったら人の役に立てる立つ、うんうん、安倍さんなんか特にそういう、ね、うんうん、立場だから、やっぱり安倍さんに近づきたいというかさ、人のために、うん、生きることに対して苦悩してる人たちの救いになるような存在っていうかさ、はい、うん、存在になるための才能っていうか、うん、まあ、それを身につけるためにはやっぱキーワードがその神代理じゃないかっていう、そうですよね、ふっと思ったけどね、うん、でもなんかそう言うだろうなと思ってました、うんうんうん、きっと、まあ、ずっと俺のこと見てるからね、はい、知ってるからそうだと思うけど、俺は今までのその俺たちが心霊スポットで行くような旅とはちょっと全然違うものなのかもしれないな。うん、そんな気はしますね。変な話、今回回るところってそんな見た目で言ったらあんまり怖いところってないんですよ。うん、でもその見た目どうのこうのっていうのも今までと比べるものに、まあ、恐怖のレベルで測ることじゃないかもしれないけど、全然違うものかもしれないね、うん、なんかそんな気がしてます、ね、ある種もっと恐ろしいものかもな、うん、でもその怖さ、まあ、安倍さんももちろんそうだと思うけど、末吉さんなんかはよく分かってんだろうね、うん、そういう危ないところで生きていらっしゃるんだろうね、はい、うん、まあ、でもそこら辺も今日しっかりあの生さんに会って気になること全部聞きましょう。そうだね、はい、なんかその家、まず家が面白そうだったんですよ。その要はこれネタバレになっ、まあネタバレとかまあいいか、あの打ち合わせでおっしゃってたんですけど、は生さんにお祓いされた霊がそこに並んでるんですって、しょっちゅうびっくりしてひっくり返る人とかたまにいるって言ってました。一番初めのその家で僕はひょっとして見えるんじゃないかってちょっと自分の中でそわそわしてるんですけど、映る可能性はありますよね。ね、確かにね、うんうんうん、その沖縄のその裏歴史というかその神代理だったりそういうところの話まで一緒に掘り下げられると、そうだね、誰もやったことないんじゃないですかね、そのロケは。